ああ、カウソ、今日。うわ、すげえ、マジで。すごくない？ほんとだ、すごい。ちょっとなんかおしゃれだね、ちょっとなんか。うん、いいなぁ。ちょっと洒落てる。ちょっと後で見に行こう。ああ、そういう計画だったか。じゃあこれちょっと一個壊した方がいい。家作った方が断然楽しいな。ピカマウソが外でなんかやってる。要塞計画ですよ、要塞計画。要塞計画ね。俺本当はそれを俺がやるはずだったんだけど。ちょっと手伝うわ。ありがとうございます。石を13時かよ。面白いデザインにしたいな、この後の進展としてはね。すげえやつですか。なんかね、まあ、今の時点でもなかなか離れとくっついて面白い感じになってます。本当だ、進展がどんどんパープして。あ、すごい。なんかこの辺一周窓とかにしてほしいんだけど、ここ横一線窓みたいな。どうすか。あ、それ外せる、壊さなくても。え。あ、ほんと？壊さなくても外れます。これここもガーって窓にしてほしい。いやいやいや、ずらーって窓にして、ずらーっと日の光取り入れよう。ここ全部窓、ここ全部窓にして、そうちょっと気まずいやつがいて、ですね、実はここも窓にできます。本当？はい、ちょっと待ってくださいね。これ外さないとダメだ。チェストが階段式になってたらもっと完璧だったな。どうやって上登るんだこれ。あ、こっから登るのか。足場が組んであった。あ、でもこれバランス悪くなっちゃうかも。いっか。
多少気まずさはありますけど、あまり気にしないでいただけると助かります。これね、綺麗に調節できませんでした。まあいいよ。あ、ここもだ。なんか割れたんだけど。あの、ちょっとしょうもない角度になってたんで直します。あ、なるほど。足場ですね。家族窓足りない。窓、はい、ここに足りない。まだいっぱい、まだいっぱいできますよ。あ、ここちょっとね、この角度だと窓置けないんですよ。なんとかして。なんかいい感じに、あの、自分の中で結論出しといて。そうっすね、どうしようかな。森本さんがなんか悩んでる。皆さんやべえっすよこれ。開けた開けた。あ、やべえ、開けた。あー滑り落ちてやって、あそこ行くのっていう状態ですよ。あとで、あの、足場組んでやりに行きます。あ、なるほど。今だったら、その、なんて言うんだろう、ブロックを完成させる前に E で回収して、うん、ちょっとそこに掘り進んでいくっていう手もあると思うんですけど、この骨組みのやつだったらすぐ回収できるんで、そうそうそう、いいで取れるんで、それでスッスッスッスって取って、うん、作りに行っちゃうのありかもしれない。2階にも柱を立てますんで、ちょっと。はーい。いや、もうこっちもか。今、あの、その作業をちょっとしようかなって試みたら、あのように行きました。やっぱり。ちょっとやっぱね、あ、こう。びっくりした。よし、戻ってきた。この堀本さんの神殿は柱っていう判定されるんですかね。壊してる壊してる、気に入らなかったらしい。ここにドアが作りたいです。ドア、あ、で？ドア置きます。はい。あれ、なんか置けない、人がいるから。俺がいたからじゃないですか。あれ、ちょっと待ってくださいね。あれ、置けない、なんでだ。本当？横がまだ舗装されてないからかも。あ、そうです。それだとダメですよ。フレーム。ですよね。あ、でも置けない。え、なんで？これでどうですか？置けた。あ、置けました。ありがとうございます。そうそう、それがしたかったんですよ。あ、そう。おお。落ちた。落ちました。怖い、そっち寄れない。あ、でもこの家外から見るとすげえいい。あ、本当？はい。すごいっすよこれ。すごい。何回ぐらい見ましょうか。すんごい。あー、かっこいい。ね。匠の家みたいになってきた。あの、窓ガラスのあたりとかいいじゃない。でもなんかさ、ね、あの、やっぱ三角形のところで変な隙間で。まあいいけどね。手作り感があっていいんじゃないかな。楽しいね。楽しいですね、このゲーム。家作るの楽しい。すごい、柱が立ってる。また飛行機だ。ちょうど今天井開いてるから、ここに補給物資投げ込んでくんねえかな。遠くに落ちてんな。あ、そこら中に落ちてますね、補給物資。もう0時過ぎてんのに、なんかゾンビの気配ゼロですね。
あ、同じこと考えてた、コリモスさんが。お？あ、ちょ、やべやべ、あ。天窓です、天窓。それは洒落てるね、いいね。天窓張ろうとしたら潰れちゃった、いくつか。これ取ろうか、これ、これ。あ、はい。ありがとうございます。ちょっとこっち、一箇所作っちゃったんだよな。こっちにも張れよ、こっちにも、こっちにも。ちょっと多めにしたいですよね。あとすげえ、本当に大工さんだ。あ、でもこれさ、階段次作って上に出てくる場所って作んないの？もうこれ天井でいい？考えてなかったですね。一旦天井でいいですか？そう、天窓も作っちゃってるからね。なんかこの屋上に上がってくる手段が何らかあるといいなとは思いますけど。今のコリモスさんトランス状態に入ってます。伝えます。あ、メオホーレンゲみたいな感じになっちゃうんだろうなこれ。あ、は、蜂の音がする。え、マジで？うーん、立ってます。じゃあ特にします。足音がする、足音。え、本当？来た。こう、大群の足音がする。めっちゃ足音する。本当？はい。なんか外にちょろっといるけど、そんな中、犬の声もしますね。いますよ、います、間違いないです。本館側？あ、でも、あ、ちょっとあの、これあれですね、歩いて行ってるだけですね。ほんと？あの、通り抜けて行ってます。こっちには来ないみたいですね。まあ、これだけ堅牢な要塞を攻めようっていうのはなかなか。あ、ほんとだ、下通ってる、通ってる。石垣の前を集団のゾンビさんたちが歩いていってます。ほんとだ、超いっぱいいる。通り抜けだ。通り抜けですね。うん。今回はぬるゲーでした。もう7時だし。いやー、このなんかこの一箇所だけまだあんの嫌だな、なんかちょっと気になるな。森本さんがすっかり大工モード入っちゃう。黙々とやってる。びっくりした。これガラスってよく作れましたね。あ、蜂の音がする。森本さんが刺されるんじゃなかろうか。あ、蜂が上にいますね。あ、ソファーがある。なぜ一人用？あの、ちょうどよかったんで。ラジオしない。コリモスさんの方行ったよ。コリモスさんの方に行ったよ。食い物がない。大丈夫かな。助けに行きたいけど登れねえんだよ。どこだ、クソバエメ。あのさ、あのさ、当たんない、当たんない、当たんない。これ蜂をそうやって撃ってるとゾンビがどんどん湧いちゃうんじゃないか。なるほどね。
あいたゾンビもやっちゃえばいいんじゃないか。うわソファーがびっくりした。うわなんか内側から見てもおしゃれだな。なんかこの家おしゃれだな。またこれはさ、蜂にぶっ刺されてんの。あ、倒したのかな。クロスボール助けるか。ゾンビの声がするしますね。あ、飛行機の音がする。飛行機も飛んでる。これだ、あったあった。 あ、やばい、殴ってる音がする。うちのね、あ赤鬼亭の方を殴られてます。いっぱい来てます。あ、すごい来てるよ、すごい来てる。いっぱい来てるじゃない。やべ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 。ワンコも来てる。やばいやばいやばい、家が崩壊する。こっちの家じゃない方に移動します。根底に移動します。迎撃体制を、迎撃体制準備。こっち来いよ。あ、もうなんか登ってきてる。登ってきてる。やばいやばいやばい。やった、アプレッシュ。ほんと死ぬとこ、ほんと死ぬとこ。あ、なんか入ってる。中入ってる、中入ってる。ほい。あ、これ壁登りやった。壁登るから3階まで来てる、3階まで来てる。ほんと？あ、死んだ。マジで？おー、やばいやばい、すげえ叩かれてる。壁がゴンゴンやってる。ちょっと上見てきます、上。どこ殴ってんだ。そこのバックはちょっと待ってくださいね。はいはい。バック。私の武器が。え、何これ何これ。あ、1階のトゲんとこ何の園で結構走ってますよ。あ、それあの、あ、上に蜂がいます。蜂が2匹。あー、死んだ。これ正しく復帰できるかな。やばいかな。でもなんかトゲで結構あれ、でもどこ行ったんだ。ゾンビがどっか行っちゃった。ああ、玄関側だ。玄関側にものすごいいる。トゲで死んでるよ。トゲで大丈夫。デブがいる、デブ。ああ、中に入ってる、中入ってる。トゲで死んでる。クロスボウで撃ってくる。痛い、なんで死んだ俺今。1階が破られてる。なんかね、体液かけられたかも。デブ、それあの、ポリスですよね、ポリス。そんなことしてくんすか。あ、1階に、今、10匹ぐらい中入ってきた。やばーい、やばいな。あ、うわー、めっちゃいる。なんだ、うわ、やられた。相手、あー、武器がない。相手、出て。おやろ、中入ってやがった。戦うのはまずい。おー、やべえ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 。やばい、俺のマークを。階段が壊された。マジで。やべやべ、大襲撃だ。で、なんだ、またかよ。ちょ、登ってくるやつが。登ってくるやつがいて、めちゃくちゃだ。2階入ってこられるよ、裏口側から。なんだこれ、すげえ数来てんな。すげえ、なんだこれ。なんだろう、一体。どうした。痛い。たまにこのどうしたっていう状態あるな。あ、助かった。なんなのなんなんこいつ。やべやべやべ。あー、早い。うわおわ。スクワットしてきた。頭狙えてんの。めっちゃ地下からも入ってるかも。そうですね、なんか扉、こっちに下にウォーガンが回収した。こっちにしてもほっとけねえから。うわ、すっげえいる、コリモスさんとこ。すげえ、めちゃくちゃいる、これ、なんだこれ。10匹ぐらいいる。あ、階段壊れてるの上には来ないと思う。壁登るやつだけ行きます。ああ、ダイナマイト使います。あ、階段。あ、間違えた。右でつけて。あ、降りてった。一緒に行こうぜ。あ、弾け飛んだ。だけどまだ生きてますね。もう一発行きます。ちょっとそこどいてください、これもさ。俺と一緒に行こうぜ。
永遠のゼロ作戦。旅立つだ。ダメだ、全然いっぱいいる、まだ全然減らねえな。クロスボウ作らないと。ゼロのとこで怖えって。あ、やばい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 。ちょっと。本当だ。ゲロ吐いてる。あそこ足元壊れるよ。小さな足元壊れる。マジかこいつら。なんだこれ。めっちゃ長い。あ、落ちちゃった落ちちゃった。なんだあれ。危ない危ない危ない。てそう、犬みたいな人がやっぱ来る。これはやばい、これはやばいぞ。早く朝になれ。俺の秘密兵器ナイフを使うときは来てる。クロスボウ回避。うわ、地下にもいっぱいいるよ。なんかショットガン、ショットガン。あ、そうだ、この時のショットガンだ。これ、クロスボウ下に落としてきちゃった。敵が遅くなった気がするよ。6時50分。マジで走らなくなった気がする。いける。はい、外出てくる俺。あ、遅くなってる遅くなってる。ショットガン来た。後ろ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 。あー、なんだこれ。危なー。その爆発するやつ超強えな。やばい、警官ゾンビのゲロすげえ強えぞ。ちょっと現地調達しないと耐えられない武器が。これこの状態で飛び降りたら死ぬかな。大丈夫だった。だって色も変え、地下すげえなこれ。色も変え。わ、てかこの辺にあったアイテム全部消失した、もしかして。あ、違う、俺が一応回収しといた。あとで渡す。俺武器が今何にもないのよ。ちょっとどいてください。全部そのバック系に入ってたの。ボウガンと、そう、ボウガンとかナイフとか石斧とかそういうやつ拾った。あざっす、あざっす、ちょうどください。あざっす、あざっす、あざっす。俺の、よし、これ戦える。オッケーです。あれ、爆弾が上に行っちゃった。ごめんね、みんな。さよなら。ちょっと。今ね、違うの。爆弾を下に投げたはずなのに、なぜか上にバウンドしたの。ごめんね。ごめんね、みんな。早く戻ってきて。みんなのリュックここに残ってるから。ちょっと俺正攻法で鉱脈の逆側から入ってこいつらぶん殴ってくる。俺の、あ、やばい、落ちちゃった落ちちゃった落ちちゃった。助けて助けて助けて。遅い時間帯ならこちらのものよ。シェイ、あれだ、蜂が中に入ってくる。わ、蜂もいる。なんだこれ。どうしたどうしたお前ら急に。なんだこれ、なんだこんな戦争みたいになった。うわー、つえー、蜂が3匹いる外。これはやべえな。あ、痛い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 。うわ、外に出ちゃった。なんだこれ。あー、でもこれやっと片付いたんじゃないですか。いや、外はまだ蜂がものすごい数外を運んでる。5匹とかそんなレベルでいるぞ。全員撃ち殺してやる。これ爆弾で死んだ時に殺すのか。どこ行った、もう1匹がいた。
あ、はしごが切れちゃう。やべ。うわ、つえ。死にまくりだもん。どこに出たの？さっき多分全部落としました。ナイス。地下はもう片付いた。俺行ってくるよ。地下片付きました。本当？はい、地下私今あります。あのショットガンマジです。あ、もうボロッカスにされてる。横もちょっと掘られちゃったな。地下もあのはしごがないんで、あの上に帰れません。地下から、ね、こっちから戻ります。あ、だいぶやられましたね。いやー、すげえことになったなこれ。すげー。あ、ここも帰る。夕方ぐらいに、あの余裕ぶっこいて殺しまくってたのは嘘みたいですね。本当だよな。なんか本当にあいつら夜になるとなんかなんていうか、突然尋常じゃない本気出してくる時あるね。本当ですよマジで。声は気にするわ。また足音がする。ものすごい。マジでするする。休ませろや。あ、すげえ来てるよ、すげえ来てる。どっち、どっち方角？西？東？西？あ、やばい、これ戻れない。東へ。めっちゃ来てるよ、めっちゃ来てるよ。あれ、これ何？あ、本館で言うとどっち側？本館はあの、別宅の方。別宅側？やべえな、俺近くぐらい来てる。あ、これやばいっす、やばいっす。あ、またいっぱい来てるよ、これ。あの、石壁とか普通に登ってきます。本宅と別宅の間。そうですね。なんだろう。ショットガンとか撃ったからじゃねえの。いや、でももうだいぶ時間経ってますよ。そっか。でもこいつらぐるぐる回ってる。石壁をぐるぐる回ってます。昼間のこいつらはやっぱだいぶ可愛いです。200度前に。なんかあの、交互にコリモスさんに撃たれるみたいな感じになってる。いやー、いっぱい来てんな、お客さんが。おお、上がってきてる。ってきてる。サワラがいようが、関係なく俺は工事をする。ああ、普通に来てる、普通に来てる。これ来てるんですか。あ、そうだ、階段登ってきてる。え、穴開いてんのかな。見たい。どっから登ってきてるか見たい。あ、あー、あの穴が開いちゃってんだ。なるほどね。これ埋めたから。あー、死んだ。埋めたから、下の岩場を埋めたから。あ、登れるようになっちゃったの、そこ。あー、はい、なるほど。マジか。ここ穴埋めときます。上がれない。輸出線壊しちゃった。おい、やめろ。こっち来い。はい。黒神が来た。黒神じゃない。黒神じゃない。ああ、ハンドが来ちゃったね。水さんのバッグそのまま置いときますね。うん、ギョロ。よいしょ。あれ、登れねえ。はしごがなくなってる、マジか。そう、それはね、第1回襲撃の時に、ね、潰された、はい、この出入り出口も潰しちゃっていい？あ、潰します、潰します。てか、埋めるよ、もう。なんだ、誰か死んだぞ。なんか死んだ。誰か死んだ。誰か、あーって言った。あ、じゃあ。ほんと、この毎晩このざまで、
なかなか探検に行けないのが辛いですね。本当だよ。せやな、みんな夜になるよ。せやな、戦いの準備を。今回はそうやすやすとはやられん。超堅牢にしたはず。ああもうゾンビ来てますよ。正面から来てます。あ、ええな。めっちゃ来てます、めっちゃ来てます。マジで？はい。なんなのこの最近のこの感じ。っていうかドアないじゃないですか、ここ。ドア作っときましたけど、なかったです。あ、めっちゃ声が。最近あいつらどうしたの？戦闘モードに切り替えない。てかなんか2階に登ってんぞゾンビ。みんなどっから登ったあれ。壁じゃなくてですか。ああ多分石壁から繋がってるところから来たんじゃないですか。なるほど。その辺のあの近くをいくつかペッペッて取った方がいいかもしれないですね。取ってくる。石壁から登ってきてる。頭いいなこいつが。やめろ、コリモスを殴る。あー、コリモスさんが落ちた。助けて、助けて。あ、やべえ、壊れた。あだー、走り出した。弾切れやカチカチ言ってる、カチカチ。カチカチ言ってる。その、どっか2階の近くをペッて取った方がいい。取ってくる。置いて。あ、落としちゃった、落としちゃった、取っちゃった、取っちゃった。別宅で戦うとあのみんなの布団が布団の危機に襲われるので本宅で戦いたい。え、なんでなんで、なんか2階の家の中入ってきちゃったよ。どっから入ったらこれ階段ドアあー階段から普通に入ってたのかな。がちゃんとなってなかったからですよ。多分ドアがもう壊れたんでしょう。なるほど。正面玄関から侵入だよね。やべやべやべだと思います。いでで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 でやあなんで前よこんなに修羅場がねえ。最近すげえな、当たり強えな。どけかわそう。階段が無事だから1階から普通に上がってきたってこと。あれまた地下室行っちゃった、もしかして。うん、正面ドアないね。ストーンはちょっととりあえずあの1階波が止まってる間にあの部屋の補強をしましょう。マジか、ここ抜かれたんだ。え、
あいつらこの針お構いなしに入ってきたの？マジで？多分壊れたんですよ途中で。あ、何ですか？あ、下にあったんですか？いや、あの、そう、そこにもあるんで。あ、まあ、埋めちゃダメ、そこ、そこね、トラップ、実はあれなの。トラップなの。その下、針なんですよ。なるほどね。あー、痛かったー。わー、ショックなのは、この壁側が掘られたことだな。マジか、これ。こいつら賢いね。道伝っちゃったね、これね。あ、真上だ。真上になんか出てるよ。でも、取れないか。そうだ。